どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日の、ANA のね、新型コロナウイルスの、特別措置の発表を受けてですね、SFC 使用ね、予定されている方、プラスですね、もう SFC 使用ね、されている方もね、いらっしゃると思うんですけども、今回はですね、SFC の特典っていうのをね、スーパーフライヤーズカートの特典っていうものをね、解説していきたいと思います。それではね、行ってみたいと思います。ちょっとね、この SFC のね、動画に関しては以前ね、ちょっと簡単なものをですね、一回出しているんですけども、今回はですね、実際に私がね、プラチナ会員になって、SFC ね、申し込みをして、今はね、私ダイヤモンド会員でいるわけなんですけども、実際にね、使ってるサービスなんかをね、優先的に、紹介していきたいなと思います。私もね、普通に特典を利用しているわけなんですけども、やっぱりね、使うサービスと使わないサービスってやっぱり分かれると思いますんで、今回はね、私がね、SFC 取ってからね、利用したサービスをね、メインで解説していきたいと思います。まずね、この SFC なんですけども、一応ね、おさらいとして解説させていただくと、スーパーフライヤーズカードっていうのは、ANA にたくさん乗られる方に用意された、上級会員プログラムで、1月1日からね、12月31日までに、マイルとは別のね、プレミアムポイントっていうのを ANA のグループ便のね、飛行機に乗って、5万ポイントを貯めると、プラチナステータスになれるんですよね。これになるとスーパーフライヤーズカードにね、申し込みができるっていう風になります。で、プレミアムポイントって何ですかっていう感じな方もね、中にはいらっしゃると思いますんで、プレミアムポイント自体はですね、別の動画ね、計算方法等々、含めた動画出しておりますんで、概要欄にね、貼っておきますんで、そちらね、見ていただけたらなと思います。このプレミアムポイントをね、5万ポイント貯めることができれば、スーパーフライヤーズカードをね、申し込むことができて、クレジットカードの年会費を更新するだけで一生ね、 ANA の上級会員でいられるっていうのが、このスーパーフライヤーズカードのね、プログラムになっております。それではね、SFC の特典ね、言っていきたいと思います。私がね、実際に利用しているのをね、ちょっとメインでね、ババって紹介していきたいと思います。まずね、 ANA ラウンジの利用、プレミアムエコノミーの無料アップグレード、こちらはですね、残念ながら、昨年ね、廃止が発表されて、今月いっぱいまでは、無料でね、予約して利用みたいなことができたんですけども、4月からね、もう完全廃止になります。で、このエコノミークラスからプレミアムエコノミークラスのね、アップグレードっていうのは、今後はね、アップグレードポイント、ちょっと後で解説しますけども、そちらと、もしくはね、マイルを使ったアップグレードでね、エコノミーからプレミアムエコノミーをね、アップグレードするっていう感じに変わります。こちらね、ちょっと残念でしたよね。っていうので、本当にあともう今月いっぱいでね、終わってしまうサービスっていう風になります。プラス、次に空席待ちの予約優先、特典航空券の優先、こちらは国際線のみ、ビジネスクラスチェックインカウンターの利用、こちらはですね、ANA のね、ゴールドカードを保有していると、利用することができます。その代わり ANA 便のみっていう風になりますね。他社の航空会社のスターエアラインズのね、グループ便だと利用できませんので、その点は注意してください。次に、手荷物優先の受け取りですね。プライオリティタグって、見たことある方いらっしゃると思うんですけども、エコノミークラスの方よりね、先に、荷物がね、受け取れますっていうサービスになっております。次にですね、専用保安上の利用、優先搭乗、アップグレードポイントの付与、フライトボーナスマイルが 35% から 50%、 ANA マイルから ANA のスカイオンコインに交換する場合の倍率が 1.6 倍っていう風になっていきます。ちょっとね、今ババッと説明させていただきましたけども、ちょっとね、一つずつね、解説していきたいと思います。まずね、この ANA ラウンジなんですけども、スーパーフライヤーズカードをね、取得すると ANA ラウンジがね、利用することができます。国内線、国際線ね、両方とも利用することができるようになります。で、国内線は基本的にソフトドリンクとアルコールのサービス、プラス、おつまみがね、
あるっていう感じのサービスになります。残念ながら食事はね、国内線の ANA ラウンジはねついておりませんので、その点はね覚えておいていただけたらなと思います。で、国際線の ANA ラウンジはですね、食事、アルコール、シャワーですねがあります。で、食事に関してはね、ヌードルバーとかもありますんで、かなりね豪華な、利用することができます。ですけどもですね、この ANA ラウンジはですね今かなり混雑してるんですよね。まあ私がね昨年ダイヤモンド修行とかねさせていただいている時は本当にめちゃくちゃ混んでる印象だったんですよね、この ANA ラウンジっていうのは。ですので私自身ね、なかなか羽田空港の場合は MI カードゴールドクレジットカードをね保有していると、他のねビジネスクラスのねラウンジが利用できるということで、まあ、ちょっとね私はもうほとんどそっちを利用してるっていうぐらいね混雑がすごいです。で、シャワーとかもね全然順番回ってこないみたいなことも結構あります。今回この特別措置で SFC 使用される方ね、まあ、かなり多いと思いますんで、まあ今後ね ANA ラウンジはね、さらに混んでいくんじゃないかのかなって思っております。でもですね本当にこれ初めて利用するときは結構ね感動すると思います。私もね、初めて利用したときはビジネスクラスのニューヨークだったんですけども、やはりねすごい感動しましたね。こんなところあるんだっていう感じでね、っていうので取得される方はねぜひ楽しみに、ね、ちょっと私の話を聞いてそう思わない部分もあるかもしれないですけども、楽しみにしていただけたらなと思います。次にですね、空席待ちの予約の優先ですね。この特典航空券っていうのは、まあ、ANA マイルをね、まあ、貯めて、まあ、実際に予約しようっていう時にね、まあ、なかなかね希望の日の希望の便のビジネスクラスとかねなかなか取れないですよね。空席待ちっていうのはこの日に行きたいっていう日にもう空席に待ちになってるとしますよね。そういう場合に ANA デスクにね電話すると、まあ、空席待ちが何人かっていうのは教えていただけるんですよね。で、まあ5人とか3人とかね、まあ、あると思うんですけども、まあ、仮に5人ね空席待ちをしてたっていう時に、まあ、5人の方が全員、まあ、SFC 等々持ってないね平会員だったとしますよね。まあ、そうすると、SFC 持ってる方が、まあ、6番目に空席待ちを入れたとしますよね。まあ、そうすると5人の平会員の方をごぼう抜きして1番目の、ね、空席待ちの人になるんですよね。まあ、これがね、まあ、優先の特典なんですけども、個人的にはですねこの特典すごい欲しくてですね、私がまあメインでね狙ってる路線っていうのは、まあ、東京ニューヨークのビジネスクラスが一番多かったんですけども、やはりね空席待ちになってることが多くて希望の日に、ね、行きたいじゃないですか。っていうのでねこの特典はね、まあ、かなりねおすすめの特典となっております。次にですね国際線特典航空券の優先予約ということで、 ANA マイルを使ったね特典航空券で座席を抑える場合、ビジネスクラス、まあファーストクラスとかありますよね。このビジネスクラスだとスーパーフライヤーズ会員に開放されているのは何席、ダイヤモンド会員に、開放されているのは何席みたいな感じで、まあ、座席数がまあ決まっているんですよね。これが、まあ、平会員と、まあ、スーパーフライヤーズとかね、ダイヤモンドとかそういうステータスによってね、座席開放がね、数が変わるっていう感じなんですよね。まあ、特にね、ニューヨークよりもっと競争率が激しいハワイ路線とかはね、2席なのか、4席なのかっていうのはね、まあ、結構どっちの情報もあったりして、まあ、どっちがね、この SFC の会員の座席数かちょっとわからないんですけども、これもね、実際分かんないんですよね。うん、ですので、まあ、諸説ありますっていう感じなんですけども、まあ、これが、まあ、平会員と、プラチナスーパーフライヤーズ、まあ、ダイヤモンドとかね、まあ、このステータスによって、まあ、開放されている座席がね、まあ、違いますので、まあ、こちらがね、優先の予約っていうふうになります。次にね、専用保安所ですね。特にねこの特典は早朝とかはですね、まあ、私結構朝のね早い時間の、まあ、便でねダイヤモンド使用を去年してましたんで、まあ、そこまでね混み合うってあんまりなかったんですけども、まあ、夜の便ですよね。やっぱり
はね、やっぱりすごい混み合うんですよ、あの本案検査所って。まあ、その時に、まあ、このステータスを持ってるとですね、専用のね、保安上は使えたりとかしますんで、そうなるとですね、やっぱり普通のところはまあ2、30とかね、それ以上並んでたりしても、専用の保安上の方がね、まあ、多くても10人とか、まあ、そのぐらいのね、並びになってて、まあ、普通のね、並ぶし、あの、ステータス持ってない方のね、並びよりかは、まあ、はるかにね、少ない人数でね、あの、保安検査場を通過することができますんで、まあ、時間もそうですけどね、今日待ってる時間って結構ね、辛いじゃないですか。まあ、そういうのがね、短くなるっていう感じですね。次にね、手荷物のプライオリティタグをね、つけていただくことができます。まあ、こちらね、見たことある方多いと思うんですけども、手荷物にね、プライオリティっていうタグをつけていただいて、まあ、到着時にね、手荷物が、普通のエコノミーのね、平階の方よりかは、まあ、早くね、まあ、出てくるっていうサービスになっております。まあ、私ね、これつくようになってからと、つく前とですね、結構ニューヨークでね、時間分かれてるんで、かなりね、ありがたいサービスだなっていうふうに思っております。次にですね、アップグレードポイントの付与ですね。ANA のね、グループ便を SFC になった状態で、飛行機を利用すると、プレミアムポイントのね、積算率によって、アップグレードポイントっていうものがね、もらえます。たくさん乗らなきゃもらえないのっていう話になると思うんですけども、これね、1から9999プレムポイントで、あの1年間にですね、それだけ乗るだけで4ポイント、もらうことができますんで、まあ、これね、かなりいい特典なんですよね。じゃあこの4ポイント何に使えますかってなると、国内の移動ありますよね。国内線の普通席からプレミアムクラスっていうね、あの食事が出るクラスありますよね。あちらにあのアップグレードね、この4ポイントですることができるんですよね。ですんで、まあ年間1回でもね、ANA のね、飛行機に乗れば、このアップグレードポイントで、ね、4ポイントもらえますんで、次のね、国内線のね、旅行でまあ使えるっていう感じになるんですよね。これね、結構すごいね、サービスだと思います。で、プレミアムポイントのね、このアップグレードなんですけども、国内線からプレミアムクラスだと4ポイント。で、こちら、国際線のエコノミークラスからビジネスクラスの場合は10ポイント。こちらね、スカイコインにも交換できることになっておりまして、アップグレード1ポイントに対して1000スカイコインに、ね、交換することができます。ですので、もしね、4ポイントゲットしたけども、飛行機に乗る機会がね、今年はないんだっていう方も、まあ、スカイコインね、交換することもね、できたりしますんで、そういう利用の仕方もね、することができます。こちらね、かなりね、いい特典になっておりまして、エコノミークラスからですね、ビジネスクラスまでね、アップグレード10ポイントでできますんで、これね、エコノミークラスのね、アップグレード対象運賃で飛行機に乗った時にアップグレードポイントでね、ビジネスクラスにアップグレードできれば、本当にね、こんなにコスパがいいね、あのアップグレードポイントの使い方ありませんので、もしね、利用される機会がありましたらね、そちらも、狙って使っていただけたらなと思います。で、最後にですね、この SFC のね、やっぱり最大の特典っていうのはですね、家族カードだと思うんですよね。まあ、私が SFC 修行してね、まあ、SFC 今保有しているわけなんですけども、まあ、SFC はね、まあ、本会員だけのサービスではなくて、家族がいらっしゃる方はですね、家族の方が、まあ、家族カードを発行しますよね。まあ、そうすると家族の人もスーパーフライヤーズ会員になれるんですよね。ですんで、うちの奥さんとかはですね、全く修行してないですけども、スーパーフライヤーズ会員なんですよね。もちろん ANA ラウンジも入れますし、それはもう私がいれば入れるではなくてですね、妻が単独で旅行に行ったとしても、こちら ANA のね、ラウンジ使えたりとか、優先搭乗とかね、まあ、今日紹介したね、特典とか使えるんですよね。だからこれがね、本当にね、 ANA スーパーフライヤーズ会員のね、すごい特典だなって思ってるんですよね。だから SFC 事業って、まあ、今回ね、特別措置ということで、まあ、今2倍やっていますので、価格がね、まあ、かなり下がってると思うんですよね。 SFC 修行費用自体がですね、でも本来はまあ40万円以上ねするようなこの SFC 修行費用なんで、これでね、家族カードね、発行できて、家族の方までね、スーパーフライヤーズカードがね、持てるっていうのは
やっぱりねすごい得点だなって思うんですよね。いかがだったでしょうか。今回はですねスーパーフライヤーズカードのね、得点を、紹介させていただきました。本日ね私が紹介した得点以外にもですねこのスーパーフライヤーズカードの得点っていうのはあるんですけども、まあ、人によってね使う得点使わない得点でまあかなり分かれると思うんですよね。まあ、ちょっとね私がまあ今回紹介した得点以外にね、まあ、これがおすすめですよみたいなのがね ありましたらですねぜひねコメントいただけたらなと思います。それではね、今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.